これですか？絶対に嫌よ。ゼーナちゃんの勇姿が見たいです。いくらアリアのお願いでもこれは嫌。アリアが挑戦してみたら？私ですか？一度経験のあるゼーナちゃんの方がいいと思いますけど。今何か失礼なこと考えませんでしたか、勇者様？はあ、分かったわよ。やればいいんでしょ。やればきっと外に出るためには必要なことだろうし。無理してやることないですよ。他にも方法があるかもしれないですし。それがいつ見つかるかもわからないし、何より私が嫌がったアリアにあれをやらせるのも気が引けるわ。ゼーナちゃん、そうと決まったら早く終わらせましょう。私の決心が鈍らないうちに。ゼーナちゃん、お願いします。今度は動かないでよね。ゼーナちゃん、頑張ってください。やっぱり動き出すのね。早くなんとかしなさいよ。さすが勇者ね。見直してあげるわ。ゼーナちゃんもお疲れ様です。ありがとう。早速何が変わったか調査してみましょう。ここに何か小さな穴が開いていますね。何か入っているわね。いくつかありますね。これは石板？何に使うのかは分かりませんが、不思議な魔力を帯びていますね。こっちは指輪かしら。こちらからも似たような魔力を感じます。これで最後みたいね。苦労して手に入れたものだし、きっと何かに使うはずよね。さすがに少し疲れたわね。ちょっと休憩しましょうか。そうね、ありがたいわ。私、回復魔法が得意なんですよ。簡単なものだけですが、ゼーナちゃんに使ってみますか？へえ、すごいわね。でも大丈夫よ。少し休めば良くなると思うから。ゼーナちゃんは何か得意なこととかありますか？勇者、何か言ったかしら。まったく。こう見えても私、速さを生かした剣技が得意なの。すごいです。ぜひ見てみたいです。残念ながら剣がないからできないけど、ここから出たら見せてあげるわ。ちょうどいい敵もいることだしね。楽しみですわ、勇者様が斬られるところ。さて、休憩はこれくらいにして、そろそろ探索を再開しましょうか。じー、本当ね。これは何の模様かしら。模様と古代の文字もありますね。絶対に何かの手がかりになるものだとは思うんだけど。ペンと紙さえあればメモをするという手もあるのですが、手近なところにそんな都合よく落ちてないわよね。仕方ない、何か書くものを探してみましょう。
こちらは魔力でしょう。ず、鳥さんはいつでもここから飛び立てて羨ましい限りですわ。毒味させるってこと？勇者もひどいこと考えるわね。鳥さんがかわいそうですよ。あ、食べちゃいましたね。でも毒は入ってなかったよね。勇者の非道さは忘れてないわよ。鳥さんが何か置いていったみたいです。鍵みたいね。きっと私たちがあげたパンのお礼ですね。あげたっていうかむしり取られたって感じだったけど。これですか？小さな鍵がかかっているけど、さっき鳥が置いていった鍵で開かないかしら。開きました。鍵が入ってるわ。なんだか鍵ばっかりね。まったく。このくらいの鍵穴をどこかで見た気がします。私の牢獄だったでしょうか。とりあえず持っておきましょうか。何でしょう。何かしら。なんかこの手枷光っているような気がしない？ちょっと見せてください。魔力を帯びていますね。さっきの魔力の波動の影響でしょうか。正直壊れた手枷に意味があるとは思えないけど。さてどうしましょうか。何かに使えるかもしれないですしね。あまり使い道は思いつかないけど。これですか？何か魔力を帯びているような気が。どういうことなの？さっきの魔力の波動の影響かしら。に集まっていきますね。何かできましたね。綺麗ね。一応持っておきましょうか。何でしょう。綺麗なかけら。さらに小さな鍵で戸棚が開きました。中身は何かしら。これは本ですね。中には何が書いてあるのかしら。白紙のページしかありませんね。このページだけ何か書いてあります。どれどれ。じー、予測はできても簡単には回避できないみたいですね。ベトベトでヌルヌルするこの液体、一体何のためにあるのよ。本を浸すためじゃないでしょうか。本当に意味がわからない。せめて飲める水にしなさいよ。もう早くなんとかするわよ。水がめに何か、マッチ、どこか、何、これはこの通りに注げという意味ではないでしょうか。
様のお力、さすがとしか言いようがありません。仕掛けを解くの早いわね。見直したわ。そう言っていただけると頑張った甲斐があります。私は当然のことをしたまでよ。それよりほら、これ。大変な目に遭いましたね。あ、急に輝き始めました。何が起きてるの？なんかすごく豪華な本になったわね。何の本でしょうか？賢者のもの？とりあえず持っていきましょう。賢者様の本をここに置いていくわけにはいきませんから。勇者にしては気が利くじゃないの。ありがとうございます。助かります。はあ、あ、ところで賢者の本が手に入ったから気になったんだけど、勇者と賢者ってどんな関係だったの？あ、私も気になります。魔王討伐のために組まれたパーティーで出会ったわけではなかったんですね。勇者様、きっと会えますよ。だってこんなにも強く願っているんですもの。そうよ、だからこうして賢者のものが勇者のもとへ届くのよ。その息です。参りましょう。この本、なんでこんな隠蔽まがいのことまでして置いてあったのかしら。どれどれ。あら、何か見つけたの？どんなものがあったのでしょうか。ふん、こういうのが好きなのね。いいご趣味をお持ちですね、勇者様。じー、調べるまでもなく大広間に通じてる扉でしょ。あ、よく見るとここに何かをはめられそうなくぼみがあります。本当だ、はめれば何かが起きるのかしらね。でも今ははめられそうなものを持ってないですし。じー、何かあるのでしょうか。ちょっと、何よこれ。ちょっとこれ、勇者のじゃないでしょうね。ということは、その勇者様の部屋にはあるんですね。とにかく、さすがにこれはいらないわよね。こんな時に、最低ね。勇者様、これですか？じー、何かカタカタ鳴っているみたいですね。美味しいご飯でしょうか？ちょっと。あ、誰かいるの？まさか、お化け？何か出てきましたね。アリア、冷静すぎない？相手がもしお化けだとしても、私たちには勇者様がいるじゃないですか。そういえば、勇者もお化けみたいなものだったわね。ところで、何でしょう、これ。探検の柄の部分でしょうか。刃はついてないのね。何かの役には立つかもしれませんし、持っておきましょうか。これですか？一人でに扉が鳴っているわ。えい！
ち以外に誰かいるのかしら。あら、美味しそうなお菓子ですよ。扉から出てきたことには全く動じないのね。すぐに食べたいです。ダメよアリア、誰が入れてきたかもわからないのに。とりあえず持ってはいきますからね。変なところで無邪気になるわね。張り倒すわよ。あれ、何か書かれた紙が落ちています。壊した壁から落ちてきたのかしら。いくつか記号が書かれているようですね。何でしょう。ちょうどいいサイズの木の枝が見つかりました。これを一つ松明で炙って木炭にして出来上がりです。なんでそんなにノリノリなのよ。私が壊したんじゃないから。どれどれ。これをこうしてできました。できちゃうんだ。これでもうモンスターは寄ってきませんよ。なんか目的変わってない。物を作るって楽しいですね。じっと、これぐらいでいいかしら。はい、無事火がつきました。炎が揺らめいてますね。ちょっと綺麗。あ、炎が何かを形作り始めました。これはかけら。キラキラしていて綺麗です。よくわからないけど綺麗だからもらっときましょうか。